人の命は桜の花のように儚い。桜の木の下で巫女である彼女に初めて出会った時に気づいた。人の目を引きつけてやまないのは、その赤と白の衣装のおかげではなく、彼女の微笑みであり、彼女の香りであり、彼女の魅力のせいだと。この高貴な花は他に類を見ないほど美しい。当時、変化の術を習得したばかりの小狐だった私は、我を忘れ、声をかけた。あの幼い桜の木は、私と共に成長し、私たちを日々見守っていた。私と彼女は、姉妹と呼び合った。あの素敵な日々は、私にひととき、修行をやめさせかけた。爪も術も隠し、平和な日常が少しでも続くよう心から願った。彼女もいつも、少しでもあなたと長くいられるのなら、私は嬉しいわ、と言っていた。しかし、その時は突然やってきた。聖なる存在である彼女が、私の正体が賛美の狐だと気づいたとき、もう二度と近寄らないでと、一言で私をあしらったのだ。変化の術がどんなに上手でも、自分の心まではごまかせず、ひどく落ち込み、私はそのまま逃げた。それでも私は諦められず、いつしかここに戻ってきていた。しかし、再び彼女の姿を見ることはなかった。代わりにあるのは小さいお墓が一つ。天までそびえんばかりの桜の木の下で、私の浅はかさを笑うように立っていた。人の命は桜の花のように儚い。今度桜の花が満開になった時、あなたの大好きなお供え物を持って戻ってこよう。